さあ両チームの選手が入場してまいりました。まあ、両チームとも大勢を迎えています J2 です。松井が触って今ゲームがスタートしました。前線ロングボール高い山下で来た、変化する、ビューティフルゴール決まりました。見事なフリーキック、先制いわき。しっかりとコースを狙ったシュートです。うまく壁をギリギリで越えたので、こうゴールに到達するスピードが速かった。縦回転、はい、縦回転気味でしたね。そうですね、ここです。この間が入る、左につけて岩渕、斜めに流れてきた、ちょっとずれたがまだある、ミドルを強烈突き刺した、谷村選手ですね。なんと2点目、いわき。いやーゴラッソ谷村来たところ、まあ、まず下田選手がね谷村選手に一つつけて、岩渕選手のパスは少しずれたんですけど、ね、ここのタイミングでやっぱ振り切ってくるのがやっぱ谷村選手というか、はい、この思い切りの良さっていうのが彼の持ち味というか、うんうん、いいところですよね。このシュートは、まあ、福井選手はノーチャンスですね、はい、左へ。さあ谷村なんか経由上がってきて山下入れる、逆サイドフリーだ、3点目。まあ、遠藤選手もね、あの利き足と逆の左足でうまく合わせましたし、いやこれキーパーからするともうノーチャンス。さあサポーターの前です、町田左のコーナー庭に落ちてくるボールでヘディングだ、1本きた、中6枚。ここは岩渕が入れてきて逆サイド入れてきた、フリーダー折り返す、こぼれてきた、わ押し込めなかった上、荒木流れる、みんな並んでバスケスボールが入って、ダイボール、ワンタッチ、足の先ふらり出した、ここで笛が鳴った。なんと19位アウェー、いわきが首位、町田を破りました。